電車が揺れることがありますので、お気をつけください。Thank you.
3月16日の土曜日、第一体制で新しく誕生いたしました区間です。2008年3月15日に開業いたしました大阪日田線の花店急行時間のとともに、3月16日で大阪日田線は全線開業となりました。ご乗車中の乗客の皆さんも大阪日田線開業時からご愛顧いただきました。天笠行きと車の運転を取りやめ、現在は新大阪発着で運行しています。平日は今朝4本新大阪駅として、また夕方から夜にかけて奈良駅として4本運転をしております。休日には朝夕ともに新大阪駅2本奈良駅2本で運転をしています。奈良県新大阪間が開業したことにより、奈良から直通で新大阪までお越しいただけるようになりました。また反対に新大阪から奈良までも直通でお越しいただけるようになりました。大変便利になりました大阪日田線のご利用を今後もお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。まもなく花店です。お出口は左側2番乗り場に着きます。学研都市線住の道四条縄店方面は着きます。同じホームの向かい側1番乗り場です。京橋方面はホーム側に合わせて4番乗り場です。ご乗車中の電車は直通快速7行きです。花店を出ますと高井田中央に停まります。ドアは手動が使い、ボタン式とさせていただきます。通りの際、ドア横のボタンを押して、ドアを終わってください。
31分発直通快速奈良行きです。発車まで2分少々お待ちください。31分発直通快速大阪東線経由の奈良行きです。原点を出ますと高田中央 JR 河内営が急報時の順に止まります。大阪東線内止まらない駅へは後の普通急報時行きをご利用ください。またご乗車中の電車学研都市線の隅野道四条縄手方面へは参りませんのでご注意ください。隅野道四条縄手方面は向かい側一番乗り場でお待ちください。直通快速の大阪東線経由奈良行き、まもなく発車します。発車前に閉じているドアが開くことがあります。ドア付近のお客様気をつけください。次は高田中央に停まります。
直通快速の奈良行きです。まもなく発車します。閉まる通り気をつけください。次は急報寺に停まります。停車駅にご注意ください。次の停車駅は急報寺です。
に完了しました大阪新幹線の区間です。まもなく通過いたします。木造貨物台駅は昨年3月の7回生で誕生いたしました。大阪新幹線は2008年の開業から11年かけて新幹線まで着通いたしました。今月3月16日の第7回生で大阪東線は急行時新大阪間全線開業となりました。急行時や沖からだけでなく奈良県内から新大阪まで、また新大阪から奈良方面に向けてご乗車中の直通快速も誕生し、ますます便利になりました。今後も大阪新幹線のご利用をお待ちしております。ありがとうございました。王子に止まります。発車後しばらくしますと電車が揺れることがありますので気をつけください。2番乗り場から直通快速奈良行きが発車します。ドアが開きます。ご注意ください。
ご乗車ありがとうございます。直通快速奈良行きです。この先は王子、法隆寺、大和小泉、郡山に停まります。次の王子から奈良まで各駅に停まります。次は王子です。お出口は左側です。和歌山線と近鉄線は乗り換えです。
同じ1番乗りはホームの中ほどでお待ちください。ホームの中ほどにはベンチ待合室がございます。どうぞご利用ください。この電車は直通快速の7号機です。工事を出ますと終点の奈良まで各駅に停まります。車内に落とし物、お忘れ物なさいませんよう、よくお確かめの上ご利用ください。発車後しばらくは電車が揺れることがありますので気をつけください。
Thank you.
ご乗車ありがとうございました。終点奈良です。車庫に入ります。皆様、お降りください。